皆様こんにちはモーセ姫と申します本日もどうぞよろしくお願いいたします今、聖地で浄化をしておりますさて、三月に入ったんですけれども今日は水亀座さんの三月の流れを見ていきたいと思いますできれば一ヶ月ごとに 12星座の皆さんのね、星の流れとあのカードの解説ができればいいんですけれども、あのー、この星座の人、ああ、もう今月は絶対すっごくいいから伝えたいっていう方を優先に、あのー、作成させていただいているんですね。なので、今は、今月は、 とにかく水亀座さん。もうむっちゃくちゃチャンスの時なので、もうね、水亀座さんのことを真っ先に撮りたいと思っております。はい、これはですね、私の,あの手書きのホロスコープです。まあ、あの言葉がね、とか、あのえー、とマークが全部あの専門的なマークで書いているんですけれども、 解説していくので一緒にねあの見ていただければ分かるかと思いますので。ということでじゃあ水亀座さん今月の超絶ラッキーな時うん頑張ってなんかね幸せを手に入れましょうということでじゃあ何がねそんなに幸せなの っていうことからお伝えをしたいんですけれども、まずね、水亀座さんってこのね、マークなんですよ。このブヨンブヨンってしたマーク2つがね、これ水亀座さんなのね。で、今、水亀座さんのところに、土星という責任感がある、あの、重い星。これはね、あのもう、この数年滞在しています。 しているんだけれども今月のね3月の6日に今このね金星っていう恋愛の星とか火星っていう色気とかセクシーさとか行動力とかある星がヤギ座さんから水亀座さんにね3月の6日にそれもね一緒にね 一一緒に、ね、全く一緒ににね全くく移動してくるんですよもう3月の6日からミスガメ座さんの、あのー、風の雰囲気が全,全違うと思いますどう違うかっていうとなんかねまずすごく華やかになったり居心地が良くなったりすごく垢抜けたりあなたのファンが増えたり急に出会いが増えたり急にモテ期に入ったりとか。 もうそういう、なんかあ、あれあれなんかいい感じみたいな、そういう風をね、感じることができる。なので、このね、3月6日からの時期、とっても大切にしていただきたいんですね。で、3月の6日から、じゃあこのね、幸せな時期っていつまでなのっていうと、この星の動きがね、案外早いから、 えーとね、4月の6日には今度はね、水ガメ座さんから魚に行くんですよ。でも、3月の6日から4月の6日までは、あなたの、あなたのところに金星も火星もいるよっていう状態です。そしてね、特にです。特に、このね、3月の6日から3月の15日っていうのが、この金星と火星が 仲良く一緒に歩くんですよ。だからずっと、まあ、これ、えっ、ー、と、根治アクションっていう言葉で言うんですけれども、ゼロ度。もう金星と火星がもうほぼ土砂、えっ、ー、と、あの、差異がなく、ずっとこう一緒に仲良く歩き続けるんですね。だから余計に3月の6から15日がより強力。もうここがもうなんか、 この一年の超絶ラッキーな幸せな時期と思っていただいて大丈夫です。そしてね、他のちょっと星の流れを言うと、3月の10日に魚座に水星がいるんですけれども、この水星がね、3月の10日の朝10時半頃、魚座さんからお,お羊座さんに 水星、考える星。コミュニケーションっていうのが、10日に移動します。そして、はい、これがね、まあ、宇宙元旦と言われている。あの、西洋星術的に言うと、お正月って言われている時期。これがね、3月の21日に太陽が魚座から、21日の 0時35分にお羊座に入るいわゆるこの時が西洋性生物学的なお正月アハフィニューイヤーみたいな形でなっていくのでまたねこの辺りでも星あの風の流れが大きく大きく変わっていくと思いますそして水亀座さんからすると去年の末から今年の夏ぐらいまでは はっきり言って水がめざさん。金運がむちゃくちゃいいです。うーもう本当に、なんていうのかな、入ってくるお金とかもそうだし、なんか安定感がある。うん、いわゆるこう、嬉しい収入になんかこう、守られるというか、とにかく幸運もお金にはすごくついてるよ。 財運とてもついてるよっていう時期があの去年の末から今年の夏ぐらいまででその中でもです特にねこの3月の24日前後というのがこのね考える星コミュニケーションの星とあとこの海王星っていう、まあ、芸術的ロマンチックさ お酒、曖昧さ。で、こう、ま、いろいろな表す星が、うお座に入ってるんですけれども、コミュニケーションとうお座がね、水亀座さんから見たお金の部屋のところで、0度になるんです。3月の24日前後。で、これは何を表すかというと、あの、いい意味で言うと、 なんかすごくこういい投資話とかが入ってくる可能性もあるただやっぱり海洋性って曖昧さも示すすんですよねなのでこの24日前後の投資話とかいわゆるうまい話っていうのは少し気をつけてた方がいいかなって感じ全部が全部悪いとは言いません でもあ,のこうあやふやさもなんかこうベールがかかってるような感じなので、まあ、ここの部分この日付のあたりの金銭的な話とか副業の話とかそういうものは一呼吸置いてからあの返事をするというかした方がいいかなっていう感じです。 そしてねはいこれね3月のあなたのミスガメさんのラッキーデなんですけれどもまずね3月の9日の午後から10日11日の午前中いっぱいは特に <laughs> 出会い運恋愛運赤ちゃんのことすっごくいいです。 1>, うん、1ヶ月の中でも特にねこの恋愛とかこうすごくこう楽しめる時期なんですよねうんこの時期がそしてね3月の192021日の午前中までっていうのがこれがね月がこのねよいしょ 来る時な,のでなんかこうあなたから見ると非常に学びの時だったりあとはこう外国の方とか外国とのコミュニケーションが取れたりする時かもしれません人によってはこれ法律とか裁判とかそういうところに関する部屋になるのでもしかしたらそういう例えば勉強だったりまあ実際にね まあ、あの裁判所に例えば行くとかそういう可能性とかもあるかもしれないあと外国っていう意味もありますそしてそして3月の27の午後から2829っていうのは、まあ、これは月がね水がめ座に滞在する時なのであなたにとってのラッキーデーというふうになっております。 うだからねもうね今月ね水ズガメさんもうね頑張りましょうっていう感じですすっごくすっごくチャンスの時になっていますじゃあね今から水ズガメさんのう流れをね、まあ、前半終盤後半で、まあ、実際にレノルマンカードで 見ていきたいと思います。あ、ちなみにこれはあなたを示し示します。男性でも女性でもそのカードはあなたです。 行きましょうか。じゃあ、マウスは。はい、ヘビ。本。あ、なんか複雑な恋愛してましたか。ほう、クロス。くも。あ、あの人のカードが出た。 お素敵ですねやっぱ恋愛いいですね。あ、出会いもありそう。船ね。はと。はい、じゃあ、お待たせしました。はい、えっ、ー、とね。まあ、ここが。前半ここが。 中盤そしてここが後半っていうことでね見ているんですけれどもうんえーとねなんか前半、ま、複雑な恋愛とか、ま、上司とか先生とかに恋をしてたりお付き合いしてたりする人とかいるのかな、うん、恋をしてる人とかねなんかそういう感じがするんですけれどもその恋がね実りそうです。 あの今片思い中の方はあのデートしたりとかね、うん、なんか付き合いが始まったりっていう感じになりそうだし今恋愛中の人はラブラブそして復縁とか望んでる人もねこれねすごくいいですそして不倫っていう関係の方もなんかねとてもラブラブな感じが出ているのでなんか前半の特に えーと10日まででの後半って言えばいいですか、うん、がす、ね、すごくいいですよなんか最初の方はねちょっと恋のライバルだったりとか奥さんのことが、ね、気になったりっていうのはあるかもしれないけれどもなんかこうあなたのやっぱり運気が強いんでしょうねとてもとても,もうとにかく恋愛の流れが花が咲くっていう感じになります。 そしてね中盤になるとなんですけれども少しあなたの中に不安とか忙しさとかあの人へのこうイライラとかねそういうものが、ね、出てくるかもしれないなんかあれなんであんなに楽しかったのにみたいな形で出てくるかもしれないんだけれどもあの人はこう、えー、となんか今の距離感で満足してるっていう感じがあって。 別にあなたにこう冷たいとかなんかこう嫌いになったとかではなくなんかお相手様は自分のペースを大切にしたい部分があるのかなっていうことで中盤は少しあなたがね悩んでしまったりもしくはねこうちょっといいなんか言い,い争いをねしちゃったりっていう可能性があるかもしれないでもね仲直りできるって出ています そして後半なんですけれどもいろんな出会いがありそうですねお仕事とか、まあ、例えば異業種のセミナーとか、まあ、ランチパーティーとか、まあ、今このコロナ禍なので、まあ、できることできないことあるかもしれないんですけれども人間関係がねすごく広がっていくっていうふうに出ていますだからね なんかやっぱり、まあ、まず言いたいのは言えるのは恋の流れが、うん、とてもいいよっていうことと中盤あたり焦りすぎずそしてねあの無理をしすぎないでくださいあなたの心と体少し疲れが来てるような気がしますそして後半はいろんな出会いがどんどん広がっていくあとこうあなたに合うお薬ですかねお薬とか漢方とか なんかそういうものにも巡り合えそうだしとてもね中盤疲れてたんだけれども後半はすごく元気になるそのようなものが出ていますうんだからねやっぱり流れとしてはこれはね頑張っていける特にやっぱりね出会い恋愛とても良さそうだなっていうことを感じました。 はいこれがね水亀座さんの3月の流れ見ていきましたあのすごく素敵な1ヶ月になるのではないでしょうかよかったらねあの参考にしながら素敵な1ヶ月お過ごしください「モーセ姫でした。